ットフラッグシグナル注目今スタート。さあ先にスタートしましょう。誰がホールショットだ。これは渡辺翔吾ホールショット。さあ渡辺翔吾の後ろついていきますのは増田でしょうか。増田そしてその後ろ小森がついていきます。やはりスターティンググリッドのオーダー通りということで、まずオープニングラックを進むのはこの男、今ゼッケン3番の渡辺翔吾がオープニングラップを制していく。そして2番手は2番の夏田、そしてその後ろ2番の小森と続いていく。この渋市そして暑さはかなり近い距離にいますから、この2台は早々にバトルが開始されてもおかしくないというところでしょう。渡辺序盤から飛ばしていきます。できちゃう3番の渡辺序盤からかなりのハイペース。